衛星であれば広域にわたる災害の被害状況というのを把握することができます。そうすれば例えば洪水が起きた時にどのあたりまで洪水が来ているかということを迅速に視覚化して提供することができれば、地元の住民とかそういった方の避難とかそれから救援に利用することができるというふうに考えています。私たちはドローンも利用していまして、ドローンでどのくらいの高さからどのくらいの細かい情報を把握できるかというようなことを調べていて、それを災害救助の何かにも役立てたいというふうに思っています。災害が発生したときに多くの人が SNS を使って情報を発信する。で、そういった情報を整理分別して必要な人に必要な情報を届けるシステムを構築しています。SNS は安否確認のツールとしても活用できます。ワンタッチで簡単に安否や SOS を発信できれば助かる命が増えると思います。研究や学会発表で災害対策に挑むいろんな人の意見を聞くとたくさんの発見があります。それを自分の研究に還元して本当に役立てるシステムを作りたいです。災害も衛星観測も国境がありません。で、私たちはこうした仕組みを国内だけでなくて国際的に展開していって、広い意味で世界中の人命救助に役立てていきたい。それが私たちのミッションです。